ゆっくり霊夢だぜ。ゆっくり魔理沙だぜ。うわあ。どうした霊夢。道のく部屋の若手力士が兄弟子の暴力を告発したみたいだね。ニュースになっていたし、SNS ではその話題が多いな。それにしても暴力の話題が時折出てくるよね。そうだな。昔は当たり前だったようだけど、今はどの世界でも暴力なんて減っているからな。だからこそニュースになってしまうのか。特に相撲協会は暴力撲滅宣言をしているからな。暴力が発覚したら何らかのペナルティだ。実際、暴力絡みで処分された力士もたくさんいるもんね。ちょっと今日は過去の暴力事件について振り返ってみようか。なんか嫌な話が多そうだけど、振り返ることは大事だよね。そうだな。過去にこういうことがあったというのを思い出せば、未来への抑止にもなるかもしれないしな。そうだね。一度、どんなことがあったか整理してみる必要がありそう。それでは近年起こった暴力事件を振り返ってみるので、ゆっくりしていってね。昭和の時代なら、暴力など当たり前だ。今の時代なら考えづらいが、暴力を振るう方も、振るわれる方も、そういうものだと認識して受け入れていたのだろう。そういう時代だったから、それは仕方がないよね。そうだな。有名なラグビーのドラマの俺はこれからお前たちを殴るは有名な名セリフだよな。山下真司さんだね。あれはかっこいいよね。でも、今の時代なら完全にアウトだろうな。そうだね。実際にその時代でもドラマの中で暴力教師とも言われたことあったもんね。要するに暴力を振るう側も振るわれる側も、その認識は時代で変わるということだ。大相撲の世界でもそれは同じだよね。そうだな。ただ、大相撲の場合は明確な転換点がいくつかある。その一つが時津風部屋暴行事件だ。確か、暴力で力士が亡くなっちゃったんだよね。ああ、その通りだ。まだ入門して間もない当時17歳の力士が暴行で亡くなった。ひえええ。もちろん、人が亡くなったことは問題なのだが、この事件にはそれ以上の大きな問題があった。それはどんな問題なの？簡単に言うと、親方が暴力ではなく、事故のように隠蔽しようとしたことだ。隠蔽失敗に終わったんだ。まあ、そうだな。この亡くなった力士の体には暴行跡が残っていたらしいが、そういうのを隠すために、この力士の家族には火葬してから返すよう伝えたそうだ。大事な息子さんをお骨にしてから返すなんて。その他、親方の言葉を不審に思った家族が、強制解剖を求めたことで、暴行死であったことが発覚した。それは親御さんも不審に思うよね。結果、暴力をはるかに超えた、リンチと言って差し支えないレベルだったことも分かった。結果、親方も暴行の一部に加担しており、懲役5年の実刑となった。その他、暴行を振るった兄弟子3人も、執行猶予付きの実刑判決を受けた。これが2007年の話だ。暴力はあっても、人を死なせるようなことはなかったが、これを機に暴力一層に動き出した。例えばどんなことがあったの？わかりやすいところでは、稽古場から竹刀が消えた。そもそも相撲で竹刀がなんで必要だったのか。まあ、叩きやすいし、叩いてもそこまで大きなダメージにはならない武器だしな。でも、改善といえば改善だよね。だが、暴力がなくなることはなかった。この時津風暴行事件が隠蔽で問題になったこともあり、明るみになるケースが増えた。翌2008年には重量力士がちゃんこ番の力士をお玉で叩く事件があった。なんか暴行死と比べてたら、微笑ましくもある暴力だね。そうかもしれないが、お玉で頭を叩かれるって結構痛いぞ。しかも物を使った立派な暴力だ。そうだよね。この程度ならいいって思っちゃいけないよね。ただ、この頃はまだ、時津風暴行事件は異質。くらいにしか思われていなかったところもある。比べたらすごい差だもんね。同時期にとある理事を務めていた親方が弟子にしないで暴行。しかもどこの部屋でもやっているといった内容の発言をしてしまう。ひえええ。意識低すぎ。しないで叩くことは暴力ではない、くらいの認識だったのだろうな。これがまだ15年前の話だもんね。そうだな。15年前ですらこの程度の認識だったわけだ。相撲界やばすぎ。朝青龍もこの頃暴行で引退したんだよね。朝青龍の引退は2010年だな。ただ、朝青龍の場合は相手は一般人だ。だから、ちょっと話は違ってくるが、時津風暴行事件以降、厳しくなっていたことも確かだろう。一般人相手だと余計にヤバいもんね。その他小さいものまで挙げていたらキリがないが、某親方が弟子の幕内力士をゴルフクラブで叩くというのもあった。竹刀よりも痛そう。この時は竹刀がダメだからゴルフクラブなのかよ、とも言われたな。ただ、この幕内力士が叩かれた原因が自分にあって、自分が完全に悪いといった発言をしたことで、非があっても暴力はダメなのに、まだ本人が納得しているのなら仕方がないという風潮は残っていた。まだ悪いことしたら叩いてもいい、そんな感じだったんだね。次の転機は春馬富士の事件だろう。
そういえば春間富士も暴力事件での引退だったよね。2017年の九州場所、鷹の岩が休場した。この時、休場理由が公表されていなかった。普通はなんで休場したか発表されるよね。関取についてはそうだな。だから、いろいろな憶測を呼んではいた。そして九州場所3日目に発覚した。鷹の岩が春間富士に暴力を振るわれていて、師匠の鷹の花親方が被害届まで出していたこともわかった。それで春間富士は引退となったんだよね。正式な処分が出る前に引退をしたわけだが、後に引退勧告相当と処分は出た。やはり横綱の暴力は重大だから仕方がないといえば仕方がない。これで暴力撲滅宣言が出たんだっけ？その1年後だな。2018年10月に宣言された。ちなみに、その間には関取では高義俊、後の高野富士、今は引退して格闘家となった須田理夫剛が暴力事件を起こしている。暴力、なくならないね。ただ、暴力撲滅宣言以降、処分は厳しくなった。それでもなくなっていないのが現状だ。しかも公表にスピード感がないよね。その通りだ。そして、結果的に甘い。これが相撲協会の暴力撲滅宣言だ。百歩譲って、暴力が起きてしまうこともあることは許しても。この、2、4、6、7ができているか？ということだ。親方が起こした事件もあったし、報告もちゃんとされてるとは思いづらい。しかも、5で必要な情報は迅速に開示するってあるけど、今回の道の久部屋の件は報告されていたのに、週刊誌で明るみになったんだよね。そうだ。前回の伊勢ヶ浜の一件もメディアからだった。しかも、親方衆は現役より厳しくしなければならないと理事長が明言している。だが、暴力を振るって引退となった力士がいるのに。現在は閉鎖されたが、暴力発覚当時の中川部屋の中川親方は、降格と部屋の閉鎖処分で済んでいる。力士の方が厳しいじゃん。そうなんだ。結局、立せていない。暴力はやめましょうでなくなるのなら簡単だけど、実際そうはならないから色々規定しているのに。結局、力士に厳しいだけだ。もちろん、暴力を振るった人が一番悪いだろう。だけれども、協会が自ら決めたルールを守らないのは問題だよな。そうだよね。鷹の富士の時とか早かったよね。特に暴力決別宣言前だったが鷹の富士の1回目の時は、隠しようもない状況だったとはいえ、すぐに休場させたしな。なんか、隠し通した者勝ちになってない？隠しきれればいいかもだけど、今回の道の区の一件も現役力士の告発だ。結局バレるんだよね。そうだな。暴力がなくなるのが一番いいけど、怒った時にどうするかが大事だよな。そうだね。まだ探せば出てきそうだし。これについては正解はなかなか出ないかもしれないが、もう一回、相撲協会が見つめ直してほしいよな。うん。やっぱり、暴力を振るっちゃう理由もあるのかもしれないし、原因究明も必要だよね。これについてはさらに考えていこうと思うけれども、今日は一旦ここまでで。暴力がなくなる大相撲界であってほしいよね。ああ、だからこそ、もっと考えていくぞ。うん、続きを楽しみにしているね。ということで、一旦。チャンネル登録やコメントお待ちしてます。ご清聴、ありがとうございました。